はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理師などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 公認心理師資格合格講座の19回目となりますえ。今日はですね、アドヒアランスとコンコーダンスについてやっていきたいと思います。公認心理師資格合格講座19です。アドヒアランスとコンコーダンスです。1番です。患者自身の治療への積極的な参加を意味する言葉を何と言うでしょうか。アドヒアランスと言います。 えー、そうなんですね。患者自身の治療への積極的な参加をアドヒアランスと言います。専門用語です。覚えてくださいね。2番です。アドヒアランスは治療関係において患者を医師からの指示に従うという受け身の存在として捉えるのではなく、どういった存在として捉える概念でしょうか治療や自己管理に積極的に参加する主体。 そして、えー、捉える概念となります。3番です。アドヒアランスを規定するものとしては何があるでしょうか ?4 つ答えましょう。治療内容。患者側の因子。医療側因子。で、患者、医療者の相互関係などとなっております。この4つがですね、アドヒアランスを規定するもの。 となりますね。4番です。服薬アドヒアランスを良好に維持するためには患者と医療側が共に考えることは何でしょうか ?3 つ答えましょう。その治療法は患者にとって実行可能かというのが1つ。服薬を妨げる因子があるとすればそれは何かというのが2つ目。 それを解決するためには何が必要かというのが3つ目ですね。この3つがですね、服薬のアドヒアランスを良好に維持するための、えー、患者と医療側が共に考えることですね。5番です。アドヒアランスを良好に維持するためには何が必要でしょうか医療者と患者が共に考え、相談の上、決定していくというプロセスが必要となります。 6番です。1996年に英国の保健省と薬学会とで作られた概念で、病気について十分な知識を持った患者が、疾病管理にパートナーとして参加し、医師と患者が合意した治療を共同作業として行う過程を何と言うでしょうか。コンコーダンスと言います。これがですね、コンコーダンスという、まあ、あの、意味ですね。これ覚えておいてください。 7番です。コンコーダンスの考え方は、従来の医師が患者を治療するという A という考え方から、医療者と患者は平等な協力関係にあるとする B への医療のあり方の根本的な変容を迫るものとなっています。A と B の語句は何でしょうかはい、まず A ですが、パターナリズムですね。不権主義とも言います。えー、そして、 B がパートナーシップ。対等な協力関係ですね。ちょっとまた読んできますね。コンコーダンスの考え方は、従来の医師が患者を治療するというパターナリズムという考え方から、医療者と患者は平等な協力関係にあるとするパートナーシップへの医療のあり方の根本的な変容を迫るものとなりますね。8番です。 コンコーダンスは共有された意思決定、シェアードデシジョンメイキング、SDM や患者中心の医療、ペーシェントセンタードメディスン、PCM と密接に関連する概念で何の形成を重視するものでしょうか患者の意思を尊重すると同時に患者と医療者の共通基盤、コモングラウンドの形成を重視するものとなります。 ちょっと難しいですがね。覚えてくださいね。9番です。従来患者は医師が指示した治療法に従い、治療行動を遵守するべきであると考えられており、患者が医師の指示に従っているかどうかの指標として、何という用語が使われてきたでしょうかコンプライアンスという用語が使われてきたんですね。これ、まあ医療関係の専門用語ですよね。 え、普段、普通ではコンプライアンス、別の意味で使うことがあるんですが、えー、この、まあ、医療部門でのコンプライアンスという意味はですね、えー、今こういったことですね。患者が医師の指示に従っているかどうかの指標として使われる言葉。これがコンプライアンスという言葉が使われてきたということですね。10番です。コンプライアンスという概念は、治療がうまくいっているかどうかを 患者側のみの責任に帰することにつながり、問題視されるようになってきました。そのため、次第に何という概念にとって変わられるようになってきたでしょうか。アドヒアランスですね。患者自身の治療への積極的な参加、アドヒアランスという言葉に次第に変わってきているということですね。これ覚えておいてくださいね。11番です。 精神科医療の日本の現状について。日本政府は1990年、えー、平成11年に今後の精神保健福祉施策において、今後10年以内に約7万2000人の退院可能な社会的入院患者をどうするという目標を掲げたでしょうか。退院社会復帰させる。 ですね。そういう目標を掲げたんですね。1999年のことです。12番です。2004年、平成16年には、厚生労働省が、精神保健医療福祉の改革ビジョンにおいて、何という基本方針を定めたでしょうか入院医療中心から地域生活中心へという基本方針を定めたとなります。 13番です。現在、日本の精神疾患を有する総患者数は約何人でしょうか約400万人なんですね。結構多いですよね。これちょっと頭に入れておいてくださいね。現在、今現在ですね。日本の精神疾患を有する総患者数は約400万人いるということ。では、そのうち、精神病床における入院患者数は約何人でしょうか 約30万人ですね。約30万人が精神科病院において入院しているということですね。覚えておいてください。14番です。過去15年間で入院患者数は約何人減少したでしょうか約4万人ですね。約4万人減少した。過去15年間でということですね。では、外来患者はどれだけ増加したでしょうか ま、基本的には増加したっていうことも書いてるんですけども、どれだけの数が増加したでしょうか ?2 倍以上となりますがん。外来の精神科病院への外来の患者は2倍以上になったよということですね。15番です。地域における精神科医療サービスとしての精神科診療所、いわゆるクリニックですね、の数は15年間でどれだけ増加したでしょうか 2倍になりました。この15年間で精神科クリニックの数は2倍に増加です。では、精神科病院の病床数は減少しているんですが、国際的にはどうなんでしょうか非常に多い状況なんですね。日本の精神科病院の病床数は国際的に見たら、まあ減少はしているんですが、非常にまだまだ多い状況にあるということですね。 16番です。近年の新規入院患者の入院期間は短縮傾向にあり、約何割が何年以内に退院しているでしょうか約9割が1年以内に退院しているんですね。近年のことです約割。約9割が1年以内に退院です。しかし、どんな患者も少なくないでしょうか 短期間で再入院するという患者も、まあ少なくはないですよということ。これも押さえておいてください。はい、えー、今回ですね、アドヒアランスとコンコーダンスということで動画を作っています。精神科医療の最近の専門用語と日本の精神科医療の現状を今回は解説しています、えー。アドヒアランスという言葉、それとコンコーダンスという言葉、 えー、結構専門用語ですよね。あのー、精神科医療のことではないとなかなかこう普段馴染みのない言葉ですが、試験にはしっかり出ますんでね。えー、アドヒアランス、コンコーダンス覚えておいてください。えー、そしてですね、えー、精神科医療の最近の現状ですね。えー、今回解説しておりますのでね、えー、何人、何万人ぐらい入院してるとか、えー、最近過去15年、 で、どれぐらいの人が退院したであろうとかですね。そういったこと、世界的にはどうなのかということを、しっかりこれも出ますんでね。えー、何度も何度も繰り返しこの動画を見て聞いて覚えてください。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね。えー、普段日常のですね、えー、ちょっとした隙間時間とか空いた時間とか、まあ寝る前の15分、20分でもいいのでね。えー、毎日聞いて覚えてください。 はい、えー、高2心理誌の試験対策動画、まだまだ出していきますので、よろしくお願いします。以上です。